マダニに刺されたことは、いや、わからん。あるんやろうけど、気づいたことないわ、多分。なんか蚊いいな、とかは、人生で何回かあるけど、あれがマダニやったのか、蚊やったのか知らん。あんま気にしてない。沖縄の民宿でダニにやられてから民宿アンチ。いや、すごい。ダニアンチになれ。なんでお前民宿アンチになってんねん。怒りの方向性間違いすぎだろ。ダニアンチになれよ。ダニが悪いだろ、どう考えても。お前、これロシアでぶん殴られたけん、ロシアのこと嫌いになるっていうか、殴ってきたやつのこと嫌いになった方がいい理論。なんか、歌舞伎のバーでぼったくられたけん、歌舞伎嫌いやわーってなるじゃなくて、ぼったくってくるバーが悪いけん。普通に。そう。民宿嫌いになったのクソおもろい。まあちょっと気持ちはわかるけどな。なんとなく全部嫌な気持ちになるよな。はぁ、もうだるいわ。民宿行かんわ。ちなみに俺やったら沖縄も民宿も嫌いになった気がする。はぁ、もう沖縄行かん。ホイト飲み行ったら、話尽きんやろうからめちゃくちゃ楽しそう。飲み行こうや。ああ、俺と飲み行ったら話尽きんけど、俺飲まんけんつまらんと思うよ。そう。話尽きんけど、こいつ酒進まんなーってなるよ。そっち気になって俺の話入ってこんと思う。あれ？こいつ、俺と二人で飲みきとうのに、話してばっかで酒全然進んでねえやん。スズメバチ、二匹同時に刺されたことある。二匹同時やったら一回関西やけん死なんかったっちゃうの。ラッキーや。VPN 経由でアルゼンチンの仮想 IP アドレスでネット繋いだら YouTube プレミアム月額40円で利用できる。お前みたいなやつがなんか、捕まらずに悪いこと重ねていくんやろうな。俺は結構尊敬するよ。お前みたいな賢い悪人。好きです。賢い悪人は効率いいで若干変わるから。俺もそれすげえじゃん。お前、徳川家持ちって名前でアルゼンチン経由してネット開くなよ。徳川だろうがてめえ。お前、家康とか見たらがっかりするよ。俺は一生懸命日本統一しとったのに、俺の子孫はアルゼンチン経由でネット見てるわ。最悪？俺が祖先ならブチ切れてる墓で。この徳川の恥さらしがよ。何アルゼンチン経由で VPN がうんたらかんたら。刀持って戦えって言うと俺が祖先ならは刀持って戦えや家持ちは重要だ。そうなの？家重か。なんで家重の話したの？なんで酒飲まんの？味があんまり好きじゃない。普通にアルコールそのものの味が全然得意じゃないわ。な、美味しくない？即さんイケメンびっくりした。いや、パパかっこいいよ。ずっと俺が配信したら女から持ってるからしんどく。おお、そうだぞ。だからやめとけ。キリシタン大名のな、じゃあしょうがないか。お前さ、いいなぁ。いいなぁ。それ。それ、いいな。キリシタン大名ならしょうがない。これはもうそう。多様性だから。それに気づいてから飲まなかった。ね、やっぱそれに気づくよね。最初の方はさ、酒の楽しさでごまかせるけど、ちょっと大人になった時、普通に味がまずいと、味がまずいって気づく瞬間あるよな。酒の味が苦手なやつって。突然、ああ、楽しいと思っとったけど、まずい。気づく瞬間あるやん。お酒の味が嫌いなのに大炎上で好きなお酒日本酒って書いてある。いや、それはそう、お酒の中では日本酒が好きよってだけで、酒は嫌いよ。最悪この中で飲むなら日本酒飲むよってだけで、そう。そう。やけん、まあ、そういうことよ。嫌いなゲームの中の好きなキャラみたいな感じやん。日本酒何好き？俺ね、黒龍ずっと飲んでた一時期。でも、新高千代っていう酒があって、めちゃくちゃ美味しく、一時期エヴァかなんかとコラボしてたのかな？確かパッケージ。新高千代マジで震えるぐらいうまいぞ、日本酒好きなやつ。あ、家重って書いて家持ちって読むんだ。ありがとう、ごめんな、無知で。獺祭は俺あんまり得意じゃないかも、逆に。俺、甘い系の日本酒好きやけん、黒龍とかも好き。黒龍の、なんだっけ、名前忘れちゃったな。そう、黒龍飲んだりもしてた。獺祭あんま甘くなくない？え、14代めっちゃ美味しかった。ドバイで飲んだわ、14代。めちゃくちゃ美味しかったわ。あ、やばすぎ。三代目の11個上な。めちゃくちゃうまかった。まあ、三代目でさえあのクオリティなんだから、14代なんてなったらとんでもなくなるから。めっちゃ美味しかったな、あれ。地酒の日本酒大学。あ、地酒系はね、俺も美味しいイメージある。14代甘い、超美味しかったもん、本当に。あれは良かったな。特別な日に飲みたいお酒やった。